ント君、フィリアさんは無事なの？本当に間に合ってよかったです。よかった。でもそれにしてはキリト君、あまり浮かない顔しているね。アップデートによるデータの上書き。ユイちゃん、そんなことは可能なの？団長はもういないのに、そんなことができるなんて。パパのお話を聞く限り、ないとは言い切れません。実際に、ホローエリアで審査されたデータが、アインクラッドに実装され、使用可能となっています。もちろん、必要以上のデータ改変がないよう、リミッターはあるはずですが、それが作動しない可能性があります。そして、推測ですが、このアップデートは実施されれば、かなり危険です。はい、規模、データ量は全く異なりますが、ホローエリアは本来、アインクラッドと対をなす、未接続のミラーサーバーのようなものだと推測されます。このようなエリアは、まだ点在すると思われますが、75層のクリア時に、このアインクラッドとホローエリアのみ接続され、開示された可能性が高いです。本来、ホローエリアのみに存在する AI データの ID が、アップデートの上書きによりメインとなってしまうようなことがあれば、ホローエリアで起きたことと逆の現象がアインクラッドで起こる可能性があります。そうです。おそらく、プレイヤー ID が削除された上で、同じ ID のホローデータがアインクラッドに実装されます。プレイヤーが生存しているという情報は維持されるので、死亡扱いにはならないと思いますが。想定される最悪なケースとしては、こちらの状況の方が深刻です。先ほどにもあったように、ID の重複チェックシステムの認識が逆に働いてしまい、それを修復しなければならないエラーとして認識してしまうケースです。はい。本来アインクラッドにはホローデータが存在しません。アップデート終了後、カーディナルシステムが大量のエラー修復のため、プレイヤーのホローデータを作成し、上書きしてアインクラッドに実装してしまう可能性があります。でもこの状況下における最悪なケースです。実際にアップデートされるまでこの推測が正しいかお答えできません。パパ、お役に立てなくてごめんなさい。ゆいちゃん、ありがとう。なら私たちがやることは一つね。うん、絶対に。パパ、ママ、二人とも同じ顔してます。はい、すっごく
頑張ろうっていうお顔です。うん、だって私はキリト君とユイちゃんと現実世界に帰るって決めてるから。今プーのプレイヤーデータを参照しているところなのですが、どうやらプーはパパを罠に陥れた後、大行動の次のエリアに進んだようですね。次のエリアに行った後、寄り道せずにボスへ挑戦しています。そしてボスを倒した後、管理区に移動して、そこから数日間動いていません。その後はフィディアさんがいた場所へまっすぐ向かったようです。もしかしたら、高位ユーザー権限を使ってプーが隠蔽をしていたのかもしれません。はい、パパ、すぐに向かいましょう。あ、キリト、あれ、その女の子は？もしかして、その子がユイちゃん？はじめまして、フィリアさん。ユイちゃんがいろいろ調べてくれて、私を助けてくれたんだよね。え、そうなんだ。いろいろありがとうね。私もみんなも、フィリアさんがアインクラッドに戻れると信じています。必ず向こうへ帰りましょう。そう言ってもらえて勇気が出てきちゃった。絶対帰ってみせるね。一見すると特に変化はないですね。じゃあここには手がかりはないのかな。あ、ちょっと待ってください。コンソールメニューの深い場所に管理区の地下に関する項目が出現しています。はい、中央管理コンソールは管理区の地下の最上部に設置されているようです。本当に？やはりプーが高位ユーザー権限を使って隠していたのかもしれません。じゃあプーがいなくなったからその項目が復活したのかな。その可能性が高いと思います。すみませんが、話にはまだ続きがあります。管理区の地下に入るにはある条件が必要なんです。実はこのホローエリアの全エリアの
ボスを倒さないと入ることができないんです。はい、プーも全エリアボスを倒してから中央管理コンソールへ向かったようですし、抜け道はないと思います。でも管理区の地下に中央管理コンソールがあるって分かったし、そこへの行き方も分かったんだから大きな前進だよ。